さて残る時間で第3の最低賃金の問題について聞きたいと思います。最低賃金は貧困と格差をなくしていく上で最大の決め手の一つになります。ところが日本の最低賃金には2つの大問題があるということを指摘しなければなりません。一つはその水準があまりに低すぎるということです。パネルをご覧ください。これは日本と欧米各国の直近の最低賃金額を比較したものです。日本は時給平均で780円、アメリカオバマ大統領が790円から1101円への引き上げを表明しています。イギリスは960円、ドイツは1186円、オーストラリアは1218円、フランスは1210円。日本は非常に国際的に見ても最低賃金低い。最低賃金の貧困はですね、国民生活のさまざまな貧困の大きな根源となっておりますが、それはシングルマザーにも深刻な形で現れております。昨年 NHK が放映したクローズアップ現代、あるいは NHK スペシャル、深刻化する女性の貧困、この問題にスポットを当てた、番組を放映し大きな反響を呼びました。クローズアップ現代では若い女性に広がる貧困、さらに年々深刻な状況に陥っているのが10代20代のシングルマザーです。今20代のシングルマザーのうちおよそ 80% が年収114万円未満の貧困状態に置かれていますとして、広島市に住む28歳の浅見さんの生活を紹介しました。浅見さんは4歳と2歳の息子さんを育てています。保育所で時給800円で働いています。収入は月10万円ほどです。母子世帯に支給されるおよそ4万円の手当などを加えて、なんとか家計を維持しているとのことでありました。番組では次のような浅見さんの言葉を放映しました。食費をできるだけかけずにうどん一玉を3人で食べたり、汁を多めに作って汁で腹いっぱいさせるっていうのはあります。下の子はよく起きるんです。精神的にも金銭的にも一人なので、自分にもしものことがあったらとふと思いますね。自分が倒れたら二人とも餓死するんじゃないかと考えます。ギリギリの生活がひしひしと伝わる訴えでありました。 OECD の調査によれば、日本のシングルマザーは先進国の中で就労率は最も高く、 85.9% が働いている。ところが同じく OECD の調査によれば、先進33カ国で一人親世帯の相対的貧困率は日本は 50.8% と最も高い。日本のシングルマザーは先進国の中で最も懸命に働いています。ところが最も貧困な状態に置かれている。多くのシングルマザーがからこの最低賃金に張り付いたような低賃金でのダブルワーク、トリプルワークに追われ、睡眠時間を削り、生活費を削り、ギリギリの生活を強いられているという訴えが私たちも寄せられております。総理に伺います。こうした事態を打開するためには、もちろん雇用、社会保障、子育て支援など多面的な支援が必要です。ただとりわけですね、やっぱ生活の糧はやはり雇用です。ですから中小企業支援と一体に最低賃金の大幅引き上げが必要だと考えますが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。安倍政権としてもですね、最低賃金について重視をしております。いわば消費を喚起する意味においてもですね、経済の好循環を回していく上においても、この最低賃金が適切に上がっていくことが大切だろうと、こう思っています。ですからこの例えば平成14年、15年、16年、17年、18年とですね、前年度比の引き上げ額は、10年度はゼロで、15年は1円、16年は1円、17年は7円、18年は5円だったわけでありますが、19年は14円、これは第一次安倍政権の時に、14円と、2桁一気にいって、それまでのずっと1桁の低い水準を
どっとこう上げることができました。で今回もですね、23年が7円で24年が12円ですか。で25年26年と安倍政権ができて15円16円と、まあ、大幅に引き上げを行っているのは間違いないわけでございまして、これによってですね、初めて生活保護との、乖離が初めてこれ解消したわけで、まあ、ございます。まあ、最低賃金はですね、決定にあたり、まあ、労働者の生計費や賃金、企業の賃金支払い能力を考慮することとされております。でまた、まあ、地域差など実情を考慮して都道府県ごとに定められているわけでございますが、当然都道府県ごとにですね、まあ、物価等の水準等も違うわけでございます。それを見ながらそれぞれの地域が決めているということだと思います。まあ、ですから最低賃金額を全国一律にするというまあご指摘についてはですね、まあ、地域ごとの賃金や物価水準の差をまあ反映せず、また中小企業を中心として労働コストの増加により経営が圧迫され、結果としてですね、かえって雇用が失われるという面があるのも事実であります。まあ、だから市委員長は中小企業に支援をしろとこういうことでございますが、なかなか中小企業にとってですね、この最低賃金がぐっと上がるということに対してはですね、非常に慎重にならざるを得ないんだろうなと思います。そう、気持ちとしてはですね、最低賃金をぐんと上げて1000円にできればいいですけれども、となると結局ですね、地域によっては中小小規模事業者は結果としてそうなったことによって、じゃあ5人雇っていたところをじゃあ1人辞めてもらって4人になる、あるいはこれなかなかこれついていけないなということで、仕事を畳むということも起こりうるわけでありまして、まあ、そこで、先ほど申し上げましたようなさまざまな観点から定めているということで、ございますが、これこの2年連続2桁で上げることができましたので、こういう状況を維持できるように経済の好循環を図っていきたいとこう思っております。市和夫君。この2年間ですね、大幅な引き上げを行ってきたというふうにおっしゃいましたが、まあ、昨年の引き上げというのは全国加重平均で16円 2% に過ぎません。消費税の増税と物価上昇分にも及ばない実質引き下げになっているということはよくご自覚願いたいと思います。私ね、シングルマザーに関わってもう一つ問題を提起しておきたいと思います。多くのシングルマザーはですね、労働単価低いゆえに長時間労働に従事せざるを得ず、子どもたちと触れ合う時間が削らなきゃならない。経済的貧困だけでなく時間の貧困ということにも苦しんでおります。国立社会保障人口問題研究所が発行する定期誌に掲載された母子世帯の仕事と育児生活時間の国際比較という論文が、シングルマザーの仕事時間と育児時間の国際比較を行っております。でこのパネルをご覧ください。日本、アメリカ、ヨーロッパの10カ国合わせて12カ国のシングルマザーの仕事、家事、育児、睡眠、食事の平均時間を比較しています。このパネルはそのうちの仕事と育児について主要5カ国を抜き出してグラフにしたものです。青い棒が仕事の時間、赤い棒が育児の時間です。日本のシングルマザーは12カ国で最も仕事の時間が長く、土日休日も含めて1日平均315分です。一方、育児の時間は12カ国で最も短く、1日平均わずか23分です。この国際比較で育児の時間に分類されているのは、親御さんが子どもと触れ合い一緒に遊んだり絵本の読み聞かせなどさまざまな文化的営みをする時間であります。でこれがね、時間取れない、こういう実態がある。そこで私ね、総理に一つ最後に最賃の問題を提案しておきたいと思います。アメリカではですね、2007年から9年までの3年間で最低賃金を 41% 引き上げた。これで540万人が賃上げとなりました。この時アメリカ政府は中小企業に対して5年間で8800億円の減税措置を取りました。フランスは2003年から5年にかけて最低賃金を 11.4% 引き上げました。この3年間にフランス政府は中小企業に対して社会保険料の事業主の負担分を2兆2800億円も軽減しています。一方、日本の最低賃金引き上げのための中小企業支援は4年間で149億円にすぎません。これ提案したい。中小企業に対する最低賃金引き上げのための直接支援の仕組みを作ることが必要ではないか。
その際フランスなどでは社会保険料の減免が支援策になっています。これが一番有効ではないか。社会保険料の減免というのは赤字経営の中小企業でも負担軽減となり、その分を確実に賃上げに回すことができます。国がきちんと財政上の手当を取り、中小企業に対する社会保険料の減免を行うことによって最低賃金の引き上げを図る、そういう仕組みを作ることを提案したいと思いますが、いかがでしょう。安倍内閣総理大臣。最低賃金を引き上げることとですね、中小小規模事業者がしっかりと雇用を確保し、経営を安定化させることができるということの観点からはですね、今市委員長がご提案されたことは一つの考え方だと思います。しかし同時にこの財源を確保しなければいけないという大きな課題もあるのは事実であるなと、このように思ったところでございます。市君、時間です。一つの重要な考え方というふうにおっしゃいましたので、ぜひですね、真剣な検討を私は求めたいと思います。私はですね、中小企業への直接支援に踏み切らすべきだと。そして最低賃金の大幅引き上げを行う。そのことによってですね、地域の雇用も経済も活性化を図る。それがですね、中小企業の経営を向上させ、さらに賃上げができるようになる。これは本当の経済の好循環ではないかと思います。最低賃金の大幅引き上げとともに地域間格差の縮小の施策を取り、全国一律最低賃金制を確立することを強く求めまして、私の質問を終わります。